皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は集中力と判断力を養う効果があると言われる違う色探しです。色覚テストとも言われます。5つの絵が表示されますが、1つだけ色が違うものが紛れています。どの絵の色が違うのかを当ててみてください。制限時間は30秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。 A から E のどれが色が違うでしょうか。答え合わせです。色が違うのは D でした。2問目です。 A から E のどれが色が違うでしょうか。答え合わせです。色が違うのは A でした。青より赤の方が見づらい人が多いそうですよ。3問目です。 A から E のどれが色が違うでしょうか。模様が入り分かりづらくなりました。答え合わせです。色が違うのはC でした。4問目です。 A から E のどれが色が違うでしょうか。線が入り分かりづらくなっています。答え合わせです。色が違うのは D でした。最終問題です。 A から E のどれが色が違うでしょうか。最も難しくなっています。答え合わせです。色が違うのは A でした。
端にあると分かりづらくなります。以上で問題は終了です。今回の色覚テストは年齢にかかわらず、分からない人は分からないそうです。勘ではなく、はっきり分かるまで繰り返し挑戦してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。知の種のチャンネル登録をお願いします。